助けてください。部屋の中に何かが飛んでて。今年6月、浜田市の BSS 報道部岩見支局にいたカメラマンに隣の部屋から女性が助けを求めました。カメラマンが隣の部屋を覗くと、そこには黒い鳥のような影が飛び回っていました。ブラインドに止まって動かなくなったその影に近づいてみると、その正体はなんとコウモリでした。動画を拝見して、まずアブラコウモリじゃないかというふうに考えています。発見された場所からいわゆるアブラコウモリですね。で、大丈夫じゃないかと思ってます。アブラコウモリ、日本に生息するコウモリでは唯一人の家屋を住処とするコウモリです。夜にですね、蚊とか蛾のような虫、それから一部体の大きなコウモリに関してはセミとかですね、コガネムシとかそういったものも食べています。結構大食感で、1日にですね、体の体重の3分の1から2分の1ぐらい の昆虫を食べるというふうに言われています。大食感というこのコウモリ、天然の蚊取り線香なんだそうです。ヤブカいますよね、血を吸う、あれを、ね、1グラム食べようとするとだいたい600匹とか700匹ぐらいで、実はコウモリが近くにいると人間の役にも立つ。コウモリが家の周りをたくさん飛んでくれてると、天然の蚊取り線香じゃないですけど、そんな感じで思ってもらったら。屋根裏や換気口などをねぐらにする人間に最も身近なコウモリで、人の目にもつきやすいとのこと。日が暮れて、大体日没後ですね、結構市街地でもたくさん出てきます。で、例えば松江とか出雲とか大田なんかでも私見てるんですけども、こう鳥と違ってこう宙返りしたりとか急旋回するような、そういう黒いシルエットが見えれば、基本コウモリ。身近に潜み蚊などを食べてくれるコウモリですが、勝手に捕獲することは鳥獣保護管理法で禁止されています。さらに様々な菌なども持っている可能性もあるコウモリ、今回のように部屋の中に入ってきたら一体どう対処すればよいのかというと、素手では触らないように手袋をつける、できれば革手袋みたいなものがあればですね、つけてもらうと、万が一噛まれたり引っかかれたりしてもですね、怪我をしにくいと。今回のコウモリも保健所の指示に従って素手で触らず捕まえて外に逃がしておきました。